大町。大町は、宮城県仙台市青葉区にある地名である。17世紀初めの仙台建設時に、仙台城方面から東に通じる大町通りに、沿って東西に細長く設定され、江戸時代には仙台藩から営業上の特権を得てと見栄えた。明治時代以後次第に地位が低下したが、町の東端は、マーブルロードを大町として、 仙台の中心商店街たる中央通の一角を占めている。1970年の住居表示制導入の際に、マーブルロード大町を含む場所の辻井藤は一番町の一部とされ、残りが面積を拡張して大町とされた。2008年現在の大町一丁目二丁目、の人口は1655人、面積は0.15平方メートルである。 道路としての大町2は仙台駅の西口北端と西公園南東角を直線で結ぶ狭い道路の西半分にあたる。東半分は中央通りというアーケード商店街である。大町2の一本南で並行する幅が広い道路が青葉2で、これは仙台駅前から西に伸びて西公園の交差点で大町2と合流する。青葉2に対して 大町2は、鋭い角度で交わり、脇道のようになっている。外区としての現在の大町1丁目は、東西南北をそれぞれ国分町通り、かつての欧州街道、万水通り、青葉通、大町通と坂町通りとの間にある細い道で、区切られたブロックである。2丁目は、万水通り、西公園通り、青葉通、広瀬通りで区切られる。十一世紀現在では、 中心街に隣接する市街区に過ぎないが、江戸時代にはもう少し東の東二番町までが大町であった。仙台の大町の起源は米沢にあり、そこの大町が伊達市の天保と共に岩出山に移り、仙台の海府と共に仙台に移った。大町通は城下町を設計するときに東西の起線とされた。南北に通る欧州街道と交わる場所を場所の 辻と言い,い、そこが、城下町の中心であった。大町は、西から東に5丁目まで丁目で分けられ、12丁目と345丁目の2つを、独立した町として組織した。345丁目は6つある、五府大町の筆頭であり、城下に24にある、町人町の筆頭でもあった。江戸時代初期の大町は、仙台藩から主要商品の仙培特権を与えられ、 中期以降も問屋機能について同様の特権を保ち、と見栄えた。明治に入ると、大町の特権はすべて失われ、他の町が台頭した。大町はなおも商業中心の一角であったが、賑わいの重心は仙台駅に近い大町五丁目に移った。三四丁目には、次第に銀行、保険会社の本店、支店が集まり、一、二丁目は、 商業地としての地位を低下させた。第二次世界大戦後にすぐ南に並行して、青葉2が作られ、そちらが自動車交通の要領となった。五丁目は1964年にアーケードを作り、やがてそれを歩行者専用にして、マーブルロードをお待ちと称した。もう一つのアーケード街である東一番町との交差点に接し、中心商店街の用地として21世紀現在も、 反映している。五丁目を除いて、大町は、中心街そのものではなく、商業地としては、中心街に隣接する市街区程度の重みに、低下した。1970年には、町名変更により、大町一から四丁目は、今までの町目と無関係の一丁と二丁目にまとめられ、五丁目は、一番町三丁目に入れられた。九五丁目は、 大町五丁目繁盛会という町内会を作り、クリスロード商店街振興組合、中家町繁栄会と共に、中央通連合会という連合町内会に属する。その他は、仙台市大町会で、広瀬川の両岸にまたがる建町地区、町内会連合会に属する。2017年、平成29年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 大町の住民は、仙台の創建時、慶長6年、1601年に、岩出山から移転させられた。新しい城下町の建設に際しては、大町2が、東西方向の規線とされ、これを基準に、他の道路が設定、拡張された。仙台城の大手門から東に行く道は、大橋で広瀬川を渡る。そこから大町頭までは、武家屋敷で、その続きが大町となる。 大町は城に近い西から東へ一丁目から五丁目に分かれ、五丁目より東には日形町、後に新天間町が続いた。ちなみに、南北方向の起線は、欧州街道で大町四丁目で、大町と交わる交差点が、場所の辻である。直行する道路との関係は、図の通り、西の端で交わる柳町は、後に移転したため元柳町になった。 そのすぐ東では、まず北に大町二丁目横丁が出て、その少し東で南に両角院町が出た。次は北に細横丁が出る。現在の万水通だが、江戸時代には南に突き通らなかったので T 字路である。次の辻からは、北に荒れ町通り、南に荒れ町が出た。後に荒れ町が移転すると道の名は本荒町通り、本荒町となった。 その次が場所の辻で、北に国分町、南に、南町が出た。現在は両方合わせて国分町通りである。これが道路としては、欧州街道に当たることは、上で触れた。欧州街道から一つ東の交差点からは北に、ぬかそう町、南に塩そ町が通じ、東一番町に当たる。次は北に、末無横こ町、あとに五丁目新帝。 南では少し西にずれたところから南高院横丁、南高院町が出た。最後の百鬼町は東二番町とも言う。現在の国道四号、東二番町通である。交差点の角の屋敷は二つの道に面するが、その場合屋敷はすべて大町に属した。そこで東一番町のような南北に長い街区は、大町によって切断された。 町目の境は、東一番町との交差点を境とする、大町四丁目と五丁目の境を除き、道路と一致しない。道の途中で町目が変わった。道路に従って、町目を割り付けるのではなく、岩出山の大町一丁目の住民が仙台に移された時にまとまって住んだ地区を、大町一丁目にした、というような割り付け方をしたのではないかと思われる。 仙台の町は道路を挟んで両側に町人が住む町屋敷が並ぶ地区町人町で武家屋敷が並ぶ町と区別された町人町は町ごとに統治され内部で自治を行った仙台の町には上から任命される役人として県団官入りが各一名置かれた町の正規の構成員は幅六県を単位とする町屋敷を持つもので五人ごとに五人組を組織した 六軒幅を一軒、その半分を半軒として、これを単位に、町役という労役、税を負担した。町役には、様々な名目があったが、労働力の提供と金銭の納付の対別して二種類があった。城下町の総建機には、町人が総出で働くこともあったが、時代とともに金銭に変わる傾向があり、労役の場合も町が出した金銭で人足を雇って、 提供するのが通例となった。大町では、当時、実地の単位としての町が、慶長10年頃、1605年に、大町12丁目と大町345丁目という二つに分けられた。長列第一位の地位を引き継いだのは345丁目で、城に近い12丁目は、全体の中でも18番目の階に置かれた。 三百四十五丁目の県断は、青山家が、寛入りは、ただの家が代々世襲した。青山には、大町の中に、屋敷が四軒、ただのには、屋敷が一軒与えられ、その屋敷に課される税は、町の他の住民が負担した。いずれの家も米沢時代からの大町県断、寛入りであって、古い昔に、伊達市に仕えた武士が、町の支配を役目として委ねられたものである。 町人でありながら、縦脇を許され、組抜け並みの待遇で私分とされた。県団の青山は、他藩に対して、大名主を称することを許された。十二町目は、町列の十八番目であった。他の町と異なり県団、官入りが置かれず、活業師という役についた町人が臨番で、行政事務を引き受けた。上年、年に、活業が廃止され、 活業師の一人だった米川家が、年業師として、常任、接収することになった。米川家の記録によると、かつて、大町十二丁目は、剣断を持たないまま三百四十五丁目に、上位に置かれたが、年業師という役職を新たに設けたとき、他の町の剣断との序列調整のために、町の序列が下げられたという。また、天元年、六百八十一年八月に、 森谷総兵が、関入りについてから、十二丁目にも、関入りが置かれるようになった。米川家は、教皇九年、千七百二十四年から明和二年、千七百六十五年にかけて、他の町と同じく県団という名で呼ばせてほしいと願い出たが、実らなかった。世襲後も、十二丁目の町内は、年業止と時として交渉、対立する自治的性格を強く持っていた。 米川家は十代目の米川玄直が、今日は三年、1803年に国分町の県岸に展示、それからはそちらを世襲した。江戸時代の大町は、仙台藩から、格別の商業特権を与えられた。江戸時代の初期には、九月の間だけ五府大町の一つが、主要十七品目の販売を独占する九月、五菱の特権があった。大町も五町であるから、 6年ごとに、城下の商人は皆大町で店を借りて、商売をしなければならなかった。この特権は1651年、慶安4年10月に廃止され、代わりに、ご不代町は、毎年総額70巻480分を6年一巡で、商人版、営業許可証を持つ商人から徴収することになった。これと別に、城下町建設の際に御用者という品目を決めた。 数年の商業独占権、一丁株も与えられた。大町一丁目は古手、古着、大町二百三十四丁目は絹物、木綿、小間物、大町五丁目は油である。一から四丁目の特権は、大町県団の青山出雲が、伊達政宗に、城下町繁栄のために検索し、入れられたもので、寛永八年、千六百三十一年に政宗の、 国印上で確認されたと伝えられる。現下6年1620年に他国の商人が大町2丁目ではなく4丁目でも商売をさせて欲しいと願い出た文書があり、それから考えると、初めのうち234丁目も丁目ごと別々に品目が決められて商人の願いによって統合されたようである。この特権は他の町や 両外の商人の商売を禁止する趣旨ではなく、大町に来て、店を沈借することを奨励するものであった。城下町の形成期には、他国から行商できて一時的に滞在する商人が多く、不安内な,なものに確実に客が集まる店舗を提供することに意味があった。が、商業が発展するとすぐに不自由と感じられるようになった。この特権は、小売については、遠方三年。 1675年のウリッチラ指令で廃止され、秘守廃止の時と同様に城下の商人から営業税を取り立てて町に与えることで変えられた。ただし、大町一丁目の古手だけは、漢方元年1741年までに復活した。城下の人々が自家の古手を売るのも、近郊の七夜が七流れになった古手を売るのも禁じ。 すべて一度一丁目の古手屋に売ることが定められた。さて、一丁株による問屋の独占権は、法歴10年、1760年頃に6仲間と、総称される同業者組合に集約された。仙台領外の商人は、仲間に属する商人に荷を下ろさなければならず、領内の小売商人は、仲間の商人から商品を購入しなければならない。ただし、 大町を中心にした、しかし、仲間ごとに異なる。特定の町に家を持つか、店を借りるかすれば、自由に加入できたので、完全に閉鎖的な特権ではない。これは、仙台の町においては、中心街の振興と小売商人に対する問屋の優越を意味するものだったが、離れた地域ではその地域の商業の抑圧と不合理な輸送費加算を招いた。そのため、 仙台領内の南北に地行地を持った領主、商人と大町の県団、関入り。商人は江戸時代を通じて半島局に対して陳情合戦を繰り広げた。また、六仲間は頻発する立地域、領外の商人による密、二取締まりにも乗り出したが、その時にも安永4年、1775年に大町345丁目の入り。 ただのリエモンが立ち入り捜査権を藩に要請するなど、大町は六仲間と一体の利害を持って動いた。町屋敷の件数は資料によって異なるが、大町十二丁目は約六十件、三百四十五丁目は約九十件であった。人口は安永元年、1772年に百四十一人、開園5年。 1852年に2289人、うち12丁目は978人、345丁目は1311人という数値がある。人口で24丁の約10%を占め、屋敷や蔵の充実ぶりからも、江戸時代の大町は、明日ともに、仙台の町人町の頂点にあった。大町を含む一帯は、大水とは、 ほぼ無縁であったが、しばしば大化に見舞われたので、町人屋敷も消失と再建を繰り返した。江戸時代の絵図からの推測では、河原吹の家は初期には、ほとんどなく、18世紀半ば以降も、場所の辻を中心にした、中心街だけが河原吹で建てられた。大町の不況は、こうした建物の姿にも現れた。大町に与えられた商業特権は、目抜き通りに、 にぎわいがなければ、城下の飾りを書く、という都市政策的な目的で与えられたものであった。新名宮という神社があったが、聖徳2年、1712年に、龍岡に移った。江戸時代の仙台の町が総力を挙げる最大の祭りは、1655年、明暦5年に始まる仙台祭りであった。仙台東将宮の祭礼である。祭りの目玉は、 各町が主行を凝らして制作した山ぼこで、大町は各町目ごとに、またはいくつかが連合して、あるいはそれに加えて一人の商人が単独で、山ぼこを出した。母親戦争で敗れた仙台藩は、原宝後に目まぐるしい制度改革を実施した。その一つとして、1871年、明治4年に、県岸、官入りを通じた支配を改め、超人地の支配のために、市長、 副市長を任じ、その下の各町に町人代を置いた。大町の町人代は1町目の桜井伊三郎と3.4町目の佐々木十兵衛である。彼らが12町目と345町目を分担したのであろう。市長、副市長、町人代は、同年の廃藩地権の後もしばらく存続したが、翌年廃止された。1872年、明治5年に施行された。 大区小区制で、大町は小六区の一部と小七区の一部に分けられた。場所の辻から東が小六区、西が小七区である。1876年、明治九年に小区が大きくまとめられることになったとき、大町は全体が仙台西南部を隠す小七区の一部になった。1878年、明治十一年には、軍区町村編成法によって、 仙台区が発足した。この時、区内の地域割としては、1番から5番の組が設けられた。教会がまた場所の辻に置かれたので、大町もそれより、西が2番組、東が4番組に入れられた。区割りの変更はまだ続いたが、大町12丁目、345丁目を単位とする、行政単位は、大工商区小区制の導入できえ、以後、 江戸時代のまとまりはそのままの区割りでは復活しなかった。廃藩後、大半の城下町としての需要がなくなった仙台は深刻な不況に落ち込んだ。1872年、明治5年に、明治新政府によって6仲間の特権は廃止された。明治政府は仙台を東北地方の政治。 軍事の中心都市と位置づけたが、仙台商工業の不振はなかなか挽回できなかった。地下で見ると、地祖改正のために作られた1877年、明治10年の宮城県庁みみちかは、市内で高い順から大町指定目、国分町、大町三丁目、河原町、大町五丁目、大町二丁目、大町一丁目となっており、明治初めまでは、場所の辻を中心に、 大町全体が栄える江戸時代の序列維持されていた。市内では、武家屋敷での商業禁止の廃止や、町の特権の廃止により、他の地区の発展の機会が明けた。1887年、明治20年に鉄道が開通すると、駅に近い方向に、町の重心が移った。こうした変化を受けて、元武家屋敷だった東一番町や、駅に近い新天間町が、 新興商店街として台頭してきた。大町の中では、場所の辻から駅に近い大町五丁目に商店街の中心が移動した。ただ、この時代の大町に起きたのは、オフィス街に向けた変化であって、商店街の要素が減ったことをもって、商業地としての凋落とは言えないところがある。問屋に代わって、商店街の顔になったのは、1882年。 明治十五年にできた、馬蕉の辻進む工場、後に馬蕉の辻商館、明治三十四年、1 9百1年に、伊沢商館といった、観光場、百貨店の前身となる、大規模店があった。地元の小売店舗からは、五福店の大内屋が1879年、明治12年に丁目から5丁目に移った。同業の藤崎も2丁目から4丁目を経由して5丁目に、 移転して、大内屋と向かい合わせになった。江戸時代にあった店の大多数が、新しい店や移転してきた店に入れ替わったが、明治時代末の仙台の高額納税者は、藤崎三郎介、藤崎佐々木十兵衛、佐々十、大内玄太衛門、大内屋で、いずれも大町五丁目に店を構えた老舗の小売店舗の主であった。 歩行者天国になるのは戦後であるから、当時の大町通には、時代の変化につれて、人力車、馬車、自動車、自転車が行き交い、昭和初期にはバスが運行していた。1926年、大正15年11月に、仙台市電が仙台駅前から大町一丁目まで開通したが、その路線は、南町通りを通り、大町を迂回した。 1928年、昭和3年に、南町から芭蕉の辻までの芭蕉の辻線が、海図歌が314メートルの盲腸線で、利用は低調であった。明治時代にも山ぼこを繰り出す仙台祭りは続いた。不定期な数年おきで、仙台と商軍の祭礼とは限らず、天朝節放宿、大慶岡新明宮祭礼など様々な名目で、挙行された。しかし、 市内の道路に電線が張り巡られさて山鉾の通行が困難になり、1899年、明治32年を最後に行われなくなった。七夕は江戸時代に日本全国に普及した年中行事で、明治時代の仙台市内では、魚町の商店や時和町の遊郭で凝った七夕飾りが作られていた。大町でも、 裁縫の上達を祈るという元々の七夕の趣旨から、四丁目の仙台裁縫学校、一丁目の管学校がそれぞれ、生徒が制作した飾りを出していた。1926年、大正15年に、大町五丁目を含めた仙台の主要商店街はそれぞれ七夕の飾り付けを行い、連合を売り出しによって、盛況を得た。1928年、 昭和3年、東北産業博覧会を機に、大町5丁目の佐々木十兵衛、佐々十七代目と、三原小吉、三原屋本店の提案で、仙台協産会、仙台市観光協会の前身と仙台、商工会議所が、七夕飾り家の協議会を開催した。これに11の町会が参加し、8月6日から3日間の七夕を開催した。これが、全国的な名声を得た。 先代七夕の起源である。大町五丁目はこの年から三年連続で優勝した。この頃の大町の多くの商店は古風な蔵造りの建物であった。店舗横の細い路地から裏に入ると2、二三軒の貸屋があり、一般家庭が暮らしていた。道路に面したところが店で、その後ろに貸屋が並ぶという土地利用は、江戸時代からのものであった。近代建築としては、 1922年、大正11年に完成した明治生命館が地上3階、地下1階、ロマネスク建築式でレンガの壁に三陰石を張り、市中でも一二の豪華な建物であった。1933年、昭和8年完成の藤崎、カルトンも鉄筋コンクリート3階建てである。他には建物の上に老閣を上げた大内や、 時計塔を載せた三原時計店が目立った。1933年、昭和8年に東一番町に仙台三越ができると、三越と藤崎という二大百貨店を結ぶ東一番町が仙台で最も半端な商店街となった。大町では、場所の辻周辺に金融機関が集まり始めた。はじめ大町一丁目に本店を置いた77銀行は、 1878年、明治11年に馬蕉の辻に本店を移した。1922年には上実の明治生命が支店を構え、1941年、昭和16年には馬蕉の辻召喚の後に日本銀行が仙台支店を置いた。日中戦争が始まり、やがて太平洋戦争に突入すると物資の統制が厳しくなり、 商店街の活気はなくなった。かつて五丁目の商店街は共同で建てた、中鉄製の鈴蘭島という名の街頭は、金属資源として供出されてなくなった。第二次世界大戦末期の1945年、昭和20年7月10日未明に、仙台はアメリカ軍の空襲にさらされた。仙台空襲で大町を含む市街の中心部は、壊滅し、多数の死者を出した。 戦後の復興計画では、仙台駅から西に通じる駅前通りとして、青葉2が新設され、これが大町の南を並行して通ることになった。幅36メートルの青葉通りが自動車交通の道路となり、大町5丁目が属する中央通りは幅11メートルの一方通行になった。1946年、昭和21年に復活した。 仙台七夕の中心は東一番町になった。この後もアーケード設置や歩行者天国への転換で東一番町が中央通、大町をリードする時代が続いた。しかし、場所の辻周辺への金融機関集積は戦後も続き、1950年代には仙台の金融の中心前であった。1952年。 昭和27年の固定資産税評価額区算産の地下では、大町5丁目、新天間町、東一番町の順になり、5丁目がなお東一番町を抑えてトップである。1から3丁目は大きく後退した。仙台市は1970年昭和45年2月1日にこの地区の住居表示を定めるに際して、 道路の両側を一つの町とするかつての区分方法を改め広い道路によって隠される大きなブロックで分割する方式とった。この時、大町と東一番町はそれぞれその名を大町一番町として止めることになったが、東一番町と大町2の交差点にあたる大町5丁目は一番町に属すことを望んだ。その結果、場所の辻から東は 一番町三丁目になり、場所の辻から万水通りまでが大町一丁目。それより、西が魚町まで含めて大町二丁目となった。江戸時代には仙台城に近い西の方を一丁目として、東に向かって番号を増やしたのに、この時は仙台駅を中心として、そちらに近い東の方から番号を振った。また、南の境界は新しく作られた青葉通になったため、 それより、南は、片平一丁目に入った。バラックから始まった店舗は、次第に、鉄筋コンクリート作りのビルに建て替えられ、その一、二、近いを店に当てるようになった。かつてあった、路地裏の貸し屋はなくなり、店の奥行きが長くなった。それ以上に、大町の姿を変えたのは、五丁目のアーケード設置と、歩行者専用道路下である。 中央通へのアーケード設置は1964年、昭和39年で、1977年、昭和52年に改装した。商店街として順化した旧五丁目は、視覚的にも異性との違いを明確にして、東一番町と中央通でできる T 字のアーケード街の一部になった。元の四丁目異性では、場所の辻付近の金融機関は残ったが、 青葉2への集中に比べると劣るようになった。なおも、商店やオフィスビルが並ぶ商業地ではあるが、仙台の中心といえるような不況の町ではなくなっている。2006年の人口は、一番西の大町2丁目が1,106人、真ん中で面積が狭い大町1丁目が86人、その東にあって、旧大町5丁目が半分を占める一番町3丁目が103人で、 住宅地の大町2丁目とそれより、東の商業地との違いがはっきり出ている。また、一番町3丁目の2001年度年間小売販売額783億6102万円は、仙台の中で最高であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。